はい、どうも皆様、アーサーです。ファイナルファンタジー7リメイクやっていきます。今回はですね、ストーリー上で手に入る召喚獣の入手方法を皆様に紹介していきます。おかえり、遅かったね。なんつって、話があるんだけど、入れてくれない？じゃ、前置きはなしで。今度は何の礼だ？次の作戦に押せなかったお詫び。じゃないとしたらなんだ？取引か。いい感してる。でもこれ、他のメンバーには内緒にしてよね。今夜のうちに解決しておきたい個人的な問題なの。今夜？そう、一緒に7番街、プレートの7番街まで行ってほしいんだ。目的はみちみち話すから。俺は構わないが、明日は大仕事だろ。そうだけど、今やらないともっと大変なことになるから。ねえ、話は決まったってことでいい？うん。手付金代わりね。はい、召喚獣イフリートのマテリアを入手しました。まあ、こんな感じでチャプター3の終わりにもう自動的に入手できます、イフリートは。で、入手したので早速装備していきましょう。はい、こちらですね、イフリート、炎属性の攻撃を使う召喚獣ですね。次は2つ目の召喚獣を今から入手します。2つ目はですね、まずチャプター6まで行って、ここを調べます。そうすると、はい、こんな感じでバレットが教えてくれます。で、今からそのマテリアを入手すると、場所はこの先ですね。これに乗って向こう側に進みます。で、はしご登ってここで音楽変えます。なら目的は音楽ではなくマテリアで、次はこれを調べます。ファンの制御装置で、そうするとファンが止まります。1分以内にロック解除用端末にアクセスしなくてはいけません。なのでパッパと敵を倒していきましょう。はい、これで全滅で、次は端末にアクセスと。まあ、そうすると扉が開いて、ここに落ちてるアイテムが、はい、召喚獣チョコボ&モーグリですね。で、これチャプター6で入手しないと次に入手できるチャンスはストーリークリア後になります。なので、まあ、そこだけ注意が必要ですね。はい、こちら風属性の攻撃が得意なチョコボと無属性の攻撃が得意なモーグリ、まあ、2種類の攻撃をするわけですね。はい、で次は3つ目の召喚獣を今から入手します。3つ目はですね、チャプター8に行った後、まあ、ここにいる
チャドリーに話しかけましょう。クラウドさん、お忙しいようですね。でもご協力はお願いします。クラウドさんには僕の研究に協力していただいています。面白そう。私も手伝う。照合データの検索を開始します。おや、おかしいですね。あなたのデータが存在しません。何それ？通信障害でしょうか。まあクラウドさんのお手伝いなら歓迎です。クラウドさん、新たな仮説を思いつきました。こちらのデータ提出のご協力をお願いしますね。クラウドさん、重大なお知らせです。これまで不可能とされてきた召喚マテリアを合成する仮説を立てました。召喚マテリアは天然物だけという現在の定説を覆す大発見です。クラウドさん、召喚マテリアの検証を頼みます。携帯バトルシミュレーターを使い、仮想空間で召喚獣データと戦い打ち勝ってください。どうやってデータと戦うんだという不審を検知。はい。で、VR ミッションが開始されました。で、この VR ミッションで召喚獣と戦うことができます。で、この召喚獣バトルはですね、難易度選択できます。まあイージー、ノーマルなんですけど、イージーの方がまあ簡単です。なので、まあすぐに入手したい方は、まあ難易度イージーにして、まあ挑むことをお勧めします。僕はもうすでに難易度イージーの状態なので、 VR ミッションで芝と戦います。では、携帯バトルシミュレーターを装着してください。はい。で、こちらの芝戦はですね、まず最初に見破っていきましょう。で、ヒットポイントがイージーだと9713で、炎属性が弱点ですね。なので炎で攻めましょう。まずゲージを貯めて、で、魔法でファイラー。そうするとヒート状態になるので、今のうちに攻めます。バーストさせて、この瞬間にまた魔法をぶち込むと。だいぶ削れましたね。今芝変な氷の結晶みたいなのを3つ出しました。あれ出てる状態だと魔法届きません。なので、まあ普通に攻撃して壊す必要があると。で、ダイヤモンドダストを使ってますね。これはだ、これノーマルだと普通に死ぬんですけど、イージーだとダイヤモンドダスト耐えることができます。まあ、こんな感じで余裕で耐えましたね。で、また魔法でファイヤー。はい、芝撃破と。だから召喚獣を入手したいだけなら、もうイージーでパパッと手に入れることをお勧めします。お見事でした。芝の召喚マテリアが完成しました。さあ、召喚マテリアを受け取ってください。はい、これで芝のマテリアを入手完了と。ぴったりです。いつか神羅を倒すその日まで身につけていてください。で、入手したので、早速見ていきましょう。召喚獣芝、氷属性の攻撃を使う召喚獣ですね。はい。で、次の召喚獣はですね、まずこちらのバトルレポート、これを1から9まで全てクリアする必要があります。で、あと少しだけバトルレポートをクリアした状態で
チャドリーに話しかけると、また先ほどと同じように召喚獣バトルが追加されます。クラウドさん、いつもご協力ありがとうございます。また新しいマテリアを開発できましたよ。クラウドさん、新たな仮説を思いつきました。こちらのデータ提出のご協力をお願いしますね。クラウドさん、新たな召喚マテリアのバトルレポートを発行しました。召喚獣を倒してマテリアを完成させてください。はい、で次に戦う召喚獣はデブチョコボですね。早速挑んでいきましょう。こちらですね、召喚獣デブチョコボ。では携帯バトルシミュレーターを装着してください。さあデブチョコボ戦始まりました。まずはゲージを貯めて見破るで、イージーだとヒットポイント34,073で、弱点はありません。で弱点ないので、もうここは普通に攻めます。攻めて大丈夫です。難易度イージーなんで基本的に死ぬことはまずないと思うんで。戦ってると、はい、他の敵が出現します。あの敵は早めに倒しておいた方がいいですね。はい、倒します。そうするとヒート状態になるので、今のうちバーストさせましょう。はい、これでバーストで、この瞬間に攻撃を重ねます。倍率を上げて、でも魔法で攻める。でクラウドはインフィニットエンドで一気に削ると。さあこれ倒せるかな。削り切れるかどうかちょっと心配ですね。うん、いけたね。さあこれで召喚獣デブチョコボ撃破。クラウドさん、おめでとうございます。星の英知が生んだ茶目っ気はスケールも違いますね。愉快な相棒デブチョコボとともに力を合わせて、召喚獣デブチョコボ入手完了です。引き続きバトルレポートのデータ提出をお待ちしています。で入手したので見ていきましょう。召喚獣デブチョコボ、無属性の攻撃を使う召喚獣ですね。はい、次は5つ目の召喚獣を入手します。5つ目はですね、また先ほどと同じようにバトルレポートをクリアする必要があります。レポートの1から14まで全てクリアしましょう。で全てクリアしてる状態でまたチャドリーに話しかけます。クラウドさん、いつもご協力ありがとうございます。また新しいマテリアを開発できましたよ。クラウドさん、新たな仮説を思いつきました。こちらのデータ提出のご協力をお願いしますね。クラウドさん、新たな召喚マテリアのバトルレポートを発行しました。召喚獣を倒してマテリアを完成させてください。はい、で次に戦う召喚獣はリバイアさんですね。クラウドさん、研究へのさらなるご協力をお願いしますね。で VR ミッションでリバイアさんに挑んでいきます。では携帯バトルシミュレーターを装着してください。
最初はミヤブルで、イージー状態だとヒットポイント 19,668 多いですね。で雷属性が弱点なので雷で攻めましょう。でまず最初エアリスでアビリティ聖なる魔法陣を使って、その後この魔法陣の近くで魔法を打ちます。まあ、そうすると魔法が2連続で飛ぶので、まあ、削りやすいと。まあ、基本的にはこんな感じで魔法で攻めましょう。ヒットポイントが多いのでね、やはり回数は大事で、ある程度魔法を当てるとヒート状態になって動かなくなります。でこの瞬間に攻撃を重ねる。でバーストでアビリティでインフィニットエンド。はい、倒すことができました。召喚獣リヴァイアさん入手完了です。引き続きバトルレポートのデータ提出をお待ちしています。リヴァイアさん無属性の攻撃を使う召喚獣ですね。はい、これが最後の召喚獣になります。で最後の召喚獣はですね、バトルレポートの1から19まで全てクリアしましょう。で全てクリアした状態でチャドリーに話しかけます。クラウドさん、いつもご協力ありがとうございます。また新しいマテリアを開発できましたよ。クラウドさん、新たなバトルレポートを発行しました。これが最後のレポートとなります。最後までよろしくお願いします。でこの最後のバトルレポートが召喚獣バハムートですね。でこいつを倒せば晴れてバハムートのマテリアも入手できるというわけです。クラウドさん、最上位バトルシミュレーターを使われるなら奥へお進みください。それとも携帯型のご使用ですか。では携帯バトルシミュレーターを装着してください。さあこのバハムート戦、まず最初は見破るで調べていきましょう。まずヒットポイントが 48,937 多いですね。で弱点はありません。なので基本的にはもうご利用し気味の戦い方になります。ただヒットポイントが多いので、まずエアリスで聖なる魔法陣を展開。でこの上で魔法を打つと2回打ってくれるので、基本的にはこの魔法陣の上で高火力の魔法をぶっぱっていう感じの攻め方になりますね。ヒート状態になったので今のうちゲージ稼ぎたいですね。これは次のヒート状態でバーストまで持っていけそうですね。
はい、バーストで、インフィニットエンドでバレットはアンガーマックス。うん、やはりヒットポイント多いですね。ここではまだ倒しきれないか。さすがバハムート。で、まあやり方は基本的に同じで、また魔法ぶっぱと。で、召喚獣リヴァイアさん。仕事だ。で、MP がもうないので、ここはリヴァイアさんに攻撃してもらいましょうかね。クラウドはまだ MP 残ってるので、魔法陣の上で魔法をぶっぱ。さあ、もうそろそろ倒れそうですね。はい、ここでバハムート撃破しました。最後の召喚獣バハムート、入手完了です。ついに全てのバトルレポートのデータ提出を成し遂げられましたね。それと同時に全てのバトルレポートもクリアと。これほど短期間での達成は想定外でした。お前との契約も終わりだな。バトルレポートについてはコンプリートしましたが、クラウドさんの研究はこれからが本番です。シンラを倒すためにもさらなるご協力をお願いしますね。なので基本的にはまあストーリー進めながらバトルレポートもこまめにクリアしていくのをおすすめします。そっちの方が効率いいんでね。さあ、見ていきましょうか。最後の召喚獣こちらですね。バハムート、無属性の攻撃を使う召喚獣ですね。必殺技はメガフレア。というわけで今回以上になります。ご視聴ありがとうございました。